子どもたちが描いている壁、実はこれ建設中の橋なんです。お絵描きイベントが行われたのは安芸市阿那内の南国安芸道路の工事現場です。このイベントは地元の道路に親しみを持ってもらいたいと土佐国道事務所が開催しました。今日は地元の阿那内保育所と赤野保育所の園児およそ20人が自動車道の上にかかる市道の橋脚に思い思いにお絵描きを楽しみました。今1歳かち、かちっこ今してんね。縄跳びリレー楽しかった。南国安芸道路は高知東部自動車道のうち高知龍馬空港インターチェンジから安芸西インターチェンジまでの21キロの区間で、このうち江南の市インターチェンジから芸西西インターチェンジが開通済み、高知龍馬空港インターチェンジから江南の市インターチェンジは来年春ごろに開通予定です。芸西西インターチェンジから東の開通時期は未定ですが、今年3月末時点で工事の進捗率は 52% となっています。皆さんが楽しく描いていただいてきましたので、今後また思い出に残っていただけたらなと思っております。園児たちが描いた絵は今後土で埋め立てられ見えなくなってしまうということですが、楽しい思い出の1ページには残ったようでした。